マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。よくお寄せいただくお悩みに、先生産後からずっと太り続けていますですとか、体重だけじゃなくて中性脂肪値やコレステロール値まで高くなってきちゃいましたというのがあります。あなたも痩せたいでも痩せない、なんでって思いませんか？私自身も過去に今よりもプラス10キロ太っていた経験がありますから、その気持ちがよくわかります。そこでこの動画を見ることで、40代過ぎても痩せた人のダイエット法がわかるんです。もしあなたが早く痩せたいでも痩せないと思っているのであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。40代過ぎても痩せる人の共通点についてお伝えしていきます。なぜ40代過ぎると太ってしまうのか、その主な原因が2つあります。1つ目、基礎代謝。2つ目、若い頃と同じ食事をしているですね。それぞれ詳しく見ていきましょう。まず1つ目の基礎代謝についてですね、年齢とともに、まあ、もちろん40代過ぎていきますと筋肉量が落ちてきてしまうんですよね。でこの筋肉全体の、まあ、ほぼ下半身に集中してますから、主にその下半身の筋肉が落ちていくことで、どんどん代謝も下がっていく。結果食べても燃やす力が落ちてるわけですから、結果溜め込んで太ってしまうということになるんですよね。そして2つ目です。こちら、若い頃と同じ食事内容のまま、ここがね落とし穴です。この1つ目の基礎代謝のお話にもつながりますが、40代過ぎるともう代謝が落ちてるわけですよね、筋肉量が落ちるので。そんなのに食事は変わらないということは、今まで食べていた通りだと燃やすことができないわけですから、どんどん太っていってしまうということになるわけです。ではここから40代過ぎても痩せた方の共通点、3つのポイントでお伝えしていきます。1つ目です。食事をしっかり食べているです。これえって思った方いらっしゃるかもしれませんね。よく痩せるためには食事量ね、制限したりとか、いろいろこうパッと思い浮かぶし、また今ね実際取り組んでらっしゃるかもしれませんけれども、ここでいうその食事をしっかり食べるっていうのはどういうことかと言いますと、結構ですね、そのカウンセリングをしていますと、先生私ね食事そんなね食べてないんですっておっしゃる方多いんですよね。そうですかって、でもなんで痩せないんでしょうかということで、よくよく聞いていくと、その方はもちろんね食事の量を減らしてるんです。でもその代わりお菓子をねしっかりと間食でちょこ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 つまみ食いをされたりですとか、で私はお菓子食べませんっていう方もよくよく伺うと、お菓子の代わりに糖質が高いお酒をね、しかも夜ですよね、すごい量飲んでいるという、まあ、こういったパターンの方っていうのはもちろんお食事量は減らしてそんなに食べてないという感覚でいるんだけれども、結局カロリーはめちゃくちゃ取ってるっていうね、そういったことになるわけです。ですから間食とかお酒をそのストレス発散の先に持っていく食べ方ではなくて、やはりそういったのは控えつつ、しっかりと栄養バランスが取れたお食事を食べている方の方が結果痩せていくってことなんですね。2つ目ポイントです。糖質を控え、タンパク質と野菜を増やすって、これどういうことかと言いますと、よくよく伺うとですね、皆様やっぱり忙しくてね、ついついお米、パン、パスタ、要はこう単品でパパーっとこう食べてパッと済ませるっていう方多いんですよね。そのような太るもと糖質がメインだけのものを食べちゃうとやっぱりね太りますよね。特に外食、コンビニ、こういろいろパッとメニュー見た時に、まあなんとね炭水化物の塊のメニューが多いことか、お野菜なんかねこうレタスが2、3枚ペロペロって入ってるぐらいとか、ちょっと漬物ついてるとか、そんなんじゃないですか。やっぱりそういったものを召し上がると太りますよね。じゃあどうすればよいかっていうと、そういった太るもとの糖質はちょっと控えつつ、逆にしっかり、ね、食べないといけないものがあります。美味しく、何かというと、お肉やお魚、卵、大豆などのタンパク質ですよね、を手のひらですね、ご自分のちょっと手のひら見ていただいてよろしいですか。そのね
ご自分の手のひらに入るぐらいのやっぱりタンパク質、例えば目玉焼き入れてここに納豆が乗るかなとか、この手のひらに乗るサイズぐらいのタンパク質を一食あたりですね取る必要があるんですよね。そうするとそのお腹がね本当にこうすぐお腹いっぱいになって、その後も食欲がねそんな出ないんですよね。もう満腹感がものすごく感じることができます。逆にタンパク質が足りてないお食事、例えばおにぎりだけとかパンだけとかね、パスタとか丼で割ったっていう方はもう食べても食べてもねタンパク質がもともと足りないからもう満足しないですよね。お野菜もそうです。お野菜をしっかり食べる方っていうのは食欲がもうふっとね抑えることができますから、まとめますと、お肉お魚卵とかね大豆製品をしっかり手のひらサイズ取る、プラス両手に盛れるぐらいのお野菜をしっかり食べる、その代わり、ね、お米おにぎりパンは控えるっていうのがね痩せる方法になります。では次3つ目、ここねすごくポイント、夜早く寝ましょうですね。いかがですか？もうこれわかる。私もね実はなかなかできてない日ね最近多くて反省中なんですけれども、やはりですねよくあるのが、先生あのちょっとね早く寝ないといけないって分かってるんだけど、一日頑張ってやれやれって自分の時間が来てね、ついついこうテレビとか溜めてたビデオとか、まあ、YouTube とかねその見てたら手が伸びるとやっぱりちょっとお酒飲みたくなったり、おつまみ食べたくなったり、ちょっとおやつ食べたいなってねなっちゃうっておっしゃって、で結局食べちゃうっておっしゃるんですよね。じゃあなんでそうなるかって、やっぱ早く寝てないからです。遅く起きれば起きているほどお腹空いちゃうんですよね。わかりますよね、あるあるって。でもそれが続くといつまでたってもね痩せることできないんですよね。なぜかというと、そもそも遅く起きてることで食べてしまう余計なもの、そして睡眠不足になると太っちゃうんです。でじゃあ何時間寝ると痩せるのかって、これねいろいろまあ個人差ありますが、一般論で言うと7時間、とにかく一日も早く痩せたいって思ってらっしゃるようであれば寝れば痩せるんですよ。すごっと思いませんか？いろいろあれこれ工夫せず寝ちゃえばいい。そうすると寝てる間に痩せホルモンができて痩せちゃうんですよ、寝るだけで。これ一番簡単だと思いませんか？もう一石二鳥も三鳥もありますよね。ですからこの以上の3つのポイントを押さえることで40代50代になったとしても痩せることができる方のこの共通点ということになるんですよ。いかがでしたか？今のお話まとめますと、まずはしっかり寝て、しっかりとタンパク質や食物繊維ですね、お肉お野菜を食べてみる、もうこれだけでまずはいいですから、もう今すぐ取り組んでみてくださいね。今回のお話は以上になります。このお話が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。